11月14日は、幕末に活躍した山和への絵師。浮田博文の子、母は、上田氏。本生は藤原、後に、豊臣を称した。意味進の地下ため別称種名内蔵上、状。市慶祭、ため牛、ため物資谷巫子随奏、孔、外院生徒、昔男少女などと合した。 浮田一景と表記されることが多い。戦国大名、浮田秀家の七世の孫という、京都出身。はじめ、田中突言に指示して七年間と左派を学ぶ。突言は、伴え、大納言絵巻の模本を三本制作し、そのうちの一本を一景に与えたとされ、一景も死に忠実に仕えたという。突言は、晩年眼病を病み、失明を苦に自殺したとされ、 こうした死の最後は一景にも強い衝撃を与えたと推測される。後に、土佐光誠にも学び、山和への古法を収めて一騎軸を出した。画風は古典的題材を好み、死の田中突言、冷静為地下と共に復古山和へ派の巨匠として評価を得ている。ただし、一景と為地下は互いに面識はあったものの、 心情の違いからか信仰を持たなかった。ためちかの弟子、田中由美の回想によると、一景とためちかは私的な交わりではさほど不和には見えなかったが、一度画道の話となると互いに罵倒し合っていた。ためちかは、一景の絵には、独創がなく、ことごとく古賀の模倣であり、彩色が極めて稚拙だと評したことがあるという。天保三年に、高く高しい西へが、 安政元年頃に若き富岡鉄斎が入門している。また、和歌、書道にも通じ、京都で活躍した。米韓裏がライず1854年写本木画京と国立博物館像性格は、豪快豪直な熱血感と伝えられ、古典を学ぶうちに、尊能上位の思想に傾斜。華英6年、ペリー来航時には、 神風やビスカンを覆す図を描いて、幕府のペリーの対応を批判。安政元年皇居造営に際しては、列書伝、州戦郷を描いて、後部合体を風刺した。以後の絵画によって、尊能活動を展開し、大老、伊伊直助を落とし入れようと格索した新州松本の、金農家、山本定一郎と、近藤茂左衛門の兄弟らと少年、昇霊院宮。 孫遊法新郎や三条砂熱村に国策を説くなどした。また、いち早く情報を入手した、和宮公家を思いとどまらせようと、今回創始を描き、中山忠康を通じて、これを演じた。安政五年、安政の大国により、このかなりと共に弾圧を受けて捕らえられる。後に、江戸に送られて、翌安政六年六月十日初払い刑となり、 帰郷するも獄中に得た病で、落刀伝中で没した。去年65。墓は上京区の錬金残下三寺。明治24年14位が贈られ、東山霊園に記念碑が建てられた。即筆による単祭の作品が多い。弟子に語った、古賀の精神を指針を交えずに移し止める、よう努力すれば、自然に事故の特徴が生まれるようになるというのが、 一景の制作心情だった。ありがとうございます。